皆さんこんにちは。今日も最新のウクライナ情勢について公開情報をコンパクトにまとめて地図を使っていち早くわかりやすくお届けします。よろしくお願いします。チャンネル登録して通知をオンにすると動画公開時に連絡が来ます。過去の動画も再生リストから合わせてご覧ください。ウクライナ情勢。ロシアがキーウに侵攻してから974日となりました。まずは全般的な事柄です。先ほど公表されたウクライナ軍の参謀本部の最新の発表によると、ロシア軍の損失は兵士1240名、戦車2両、装甲戦闘車25両、砲45門、多連装ロケット2両、ドローン108機、その他車両73両、となっています。戦線全体では、1日で166回の地上戦の報告がありました。そして、視覚的に確認できるウクライナ軍の装備の損失数とロシア軍の損失数の比率は1対 2.4 で、ウクライナ側の損失数に比べ、ロシア側はその 2.4 倍になります。ロシア側の損失は歩兵戦闘車、軍用トラック、民生用のバンが多く、兵士を投入して積極的な攻撃を行っています。反対に、ウクライナ側は、M113 のような装甲戦闘車が目立ちます。ウクライナ情勢に関するニュースを厳選して、簡単にお伝えします。YouTube のチャプター機能で必要なところを見ることもできます。1番目。ウクライナ戦線に投入される北朝鮮軍の精鋭部隊がロシア国内で訓練している映像が公開されました。ディフェンスエクスプレスによると、北朝鮮軍は訓練場で歩行と駆け足の訓練を行っていて、基礎的な軍事訓練を行っています。訓練期間は最長で3週間と短く、その間にロシア語の命令について教えられ、ロシアの武器や軍事装備に慣れる必要があるとのことで、ここからわかることは2つあり、1つ目は北朝鮮軍の最精鋭部隊であるにもかかわらず、訓練レベルは基礎訓練が必要であるほど低いことがわかります。2つ目は、ロシア語の命令を習得させられているということは、独自の作戦ではなく、ロシア軍の指揮命令の下で作戦を行うことが予想されます。北朝鮮軍は、10月8日にロシアに到着し、到着したのは兵士のみで、武器や装備は含まれず、11月1日までにクルスクの前線に投入される予定となっています。これらのことを総合的に考慮すると、記事では今回来た北朝鮮軍は、ロシア軍の兵士不足を解決する部隊として、砲弾の餌として利用される可能性が高まったとしています。2番目。一方、と電話番号が朝鮮語で書かれています。このような状況について、ソウル国民大学で北朝鮮に詳しいテルティツキー氏は、ウォールストリートジャーナルの取材に対し、北朝鮮兵士は一度も海外に行ったことがなく、厳格なイデオロギーと情報統制の下で一生を過ごしている。兵士は、ロシア人の身代わりとして使われることに気づき、ロシア人指揮官のきつい冗談の中、なぜ戦っているのかわからないまま戦わされ、多くの兵士が降伏する可能性があると語りました。また、韓国国家情報院 NIS の担当者は、エコノミストに対し、ロシアの教官によると、北朝鮮軍は、優れた身体的な素質と高い士気を持っているが、無人機攻撃など現代の戦争の方法については全く理解していない。最前線に出れば、多数の死傷者が出るだろうと述べました。さらに、NIS では、北朝鮮兵士の地元では、市民の間で噂が広がり始めたため、兵士の家族は特別な場所に連れられて隔離されていると述べ、家族が人質になっていることを明らかにしました。同様に、ウクライナ国防省主要情報総局 GUR のブダノフ長官も、北朝鮮兵士には、祖国に家族や親戚がいて、前線の事態が悪化すれば、親族が処刑される可能性があると分析しました。それでは、各地域の戦況です。
戦況の変化のあるところを中心にお伝えします。その変化は大画面でフルスクリーン表示にしていただくと日付とともに追いかけることができます。説明にあたり、海外で起きた出来事を参考にルジアンやルシアン軍など YouTube 用に最適化した表現で日本語でのみお送りしていますのでご了承ください。北東部クルスク方面、ハルキウ方面。8月にウクライナ軍が侵攻したクルスク、5月にルシアン軍が侵攻したハルキウ方面の戦況についてお伝えします。クルスク方面、作戦に影響を与えるクルスクの天気は晴れ。最低気温4度、最高気温15度。今日の天気予報は曇りとなっています。この方面では次の寒波で雪が降る予報となっています。チェチェンのアフマテ司令官のアラウディノフは、ルシアンの愛国者で、プロパガンダ活動家のカラシニコフのインタビューに答え、ルシアン軍は、クルスクで、たった2ヶ月で、187の犯罪を犯した。これらは殺、人、豪雨など重大な犯罪だ。クルスクには、警察など存在しないから当然だ。しかし、このようなことは、我々アフマト部隊では起きていない。と述べ、この方面のルシアン軍が崩壊状態にあることを公表しました。グルジボ方面。この方面では、ルシアン軍が攻勢を仕掛け、奪還を進めています。位置情報付きの映像によると、ルシアン軍は地図の場所で、ウクライナ軍のブラッドレー、コサック、BMP 歩兵戦闘車、M113 装甲戦闘車を捕獲し、回収していて、この場所からウクライナ軍が後退したことがわかります。ご覧いただいているのは、ルシアン軍の第106空挺師団のもので、地図の畑の様子となっています。この部隊は、最近まで、バフムト北方のソルダー付近にいた部隊ですが、最近クルスクに投入されたようです。戦況図では、この付近のウクライナ軍の占領地を縮小させ、ルシアン軍が奪還したとして、戦況図を更新しました。面積は23平方キロほどになります。コレネボ方面。この方面では、ゼレニシュラフで地上戦となっています。位置情報付きの映像によると、ウクライナ軍は機械化攻撃を行い、地図の場所にある壊れた建物に前進し、この場所でルシアン軍が応戦して地上戦となっています。ご覧いただいているのは、ルシアン軍の撮影したもので、ウクライナ軍の車両が高速道路を前進し、歩兵が展開している建物の陰で身を潜めている様子となっています。今のところは、戦況図に変更はありません。スジャ方面。マルティノフカでは、21日の動画でウクライナ軍が前進したとお伝えしましたが、未確認の情報では、その後、ルシアン軍がクルキクから反撃に出て攻撃を行っています。こちらは、今のところは、戦況図に変更はありません。プレフォボ方面。プレフォボの南東の国境地帯では、位置情報付きの映像によると、ルシアン軍が機械化攻撃を実施し、前進したことから、現在、ウクライナ軍が反撃に出ています。ウクライナ軍は、ドローンで攻撃を行い、投稿主が見ている段階では、少なくとも2両のルシアン軍の MTLB 装甲戦闘車が破壊されました。こちらは、戦闘が継続中となっています。ハルキウ方面。この方面で、ルジアンは8回攻撃を行いましたが、ウクライナ軍が撃退して、ルシアン軍の前進はありませんでした。一方、フリボケの西10キロにあるジュラフレフカでは、ルシアン軍が自国に砲撃と空爆を行っていて、その位置からウクライナ軍が占領地を増やしたとして戦況図を更新しました。面積は6平方キロほどになります。北東部ルハンスク州方面。東部チャシフヤール方面。クピャンスクからチャシフヤール方面の戦況についてお伝えします。この方面でルジアンは、クピャンスク方面で13回、
スバトベクレミンヌ戦で14回、シベルスク周辺からトレツクの方向では少なくとも1回の攻撃を行いました。クピャンスク方面、キスリフカではルシアン軍は高速 N26 号線に向けて前進し、地図の場所まで前進したところで BMP に歩兵戦闘車、MTLB 装甲戦闘車2両、T72 戦車2両を失い撃退されました。ご覧いただいているのは、ウクライナ軍の第92機械化旅団のもので、地図の場所付近の様子となっています。戦況図では、この高速道路の東側を、ウクライナ軍の支配地と係争地から一部ルシアン軍が占領したとして、戦況図を更新しました。面積は 2.7 平方キロほどになります。スバトベクレミンナ戦。ネフスケでは、ルシアン軍は、オスキル川沿いに攻撃を開始し、占領地を拡大させました。位置情報付きの映像から判断すると、ルシアン軍は、ネフスケから南に攻撃を行い、ノボサドベの集落を占領し、テルニーに向けて、東と北から攻撃を開始できる条件を作りました。ルシアン軍は、テルニーの北に空爆を行っていて、ウクライナ軍の最前線がこの場所であることを示しています。ご覧いただいているのは、地図で示した場所の様子となっています。その範囲を、係争地とウクライナ軍の支配地からルシアン軍が占領したとして、戦況図を更新し、ノボサドベの集落は、占領を示す赤マークに変更しました。面積は17平方キロほどになります。これにより、テルニーは、これまでの東からの攻撃に加え、北からの攻撃にも対処する必要が出たため、防衛が複雑になったほか、背後がゼレベツ川をせき止めた湖で撤退できる箇所が少なく、包囲の危険性も出てきたことになります。それ以外のチャシフヤール、トレツク方面では、地上戦の報告はあるものの、戦況図に影響のある情報はありませんでした。南東部ドネツク州、ポクロフスク、クラホフブレミフカ方面の戦況についてお伝えします。この方面でルジアンは、ポクロフスク方面で56回、クラホフ方面では47回、ブレミフカ方面で10回攻撃を行いました。ポクロフスク方面。この方面では、ルジアンは攻撃軸を絞って兵力を集中させ、正面突撃で突破を図っています。1番目、クルチヤールとノボフロジフカの間の郊外では、位置情報付きの映像によると、ウクライナ軍は反撃を行い、クルチヤールの西にある鉱山まで前進しました。ご覧いただいているのは、ウクライナ軍の第425スカラ大隊のもので、地図の場所にある家を襲撃し、ルジアンを追い出しているところとなっています。この場所は、つい2週間ほど前にルジアンが前進したとお伝えしたところですが、占領地を一部縮小させ、この集落全体を、係争地に戦況図を更新しました。2番目。反対に、西側正面のセリドベでは、ルジアンが、市街地の中心部まで前進し、一部を占領しました。ウクライナ軍は、包囲の危険を感じて撤退した可能性があります。ご覧いただいているのは、ルジアンのもので、地図の場所にある建物に旗を掲げて占領したところとなっています。戦況図では、その範囲を、係争地とウクライナ軍支配地から一部ルジアンが占領したとして更新しました。ルシアン軍は、本来、ポクロフスクに攻撃の目標を定めるべきところでしたが、いつの間にか、側面のセリドベに最大の兵力を集中し、高い損失を出して、50日かけて、ようやく、市街地の中心まで前進しました。戦争研究所では、セリドベが占領されたとしても、それまでルシアン軍が計上した損失と消耗が大きく、今後前進のペースがさらに遅くなると分析しました。3番目。その南のツクリネでは、位置情報付きの映像によると、ルジアン軍が前進し、地図で示した場所で旗を掲げて占領を主張しました。ご覧いただいているのは、ルシアン軍のもので、ウクライナ軍の反撃され、
損失を出しながらも破壊された装甲車両に旗を掲げる様子となっています。戦況図では、この手前までを係争地からルシアン軍が占領したとして戦況図を更新しました。面積は3平方キロほどになります。4番目。南側正面のイズマイリフカでは、位置情報付きの映像によると、ルシアン軍が前進し、集落を占領しました。ご覧いただいているのは、ルシアン軍の第144自動車化ライフル旅団のもので、集落の地図の場所に旗を掲げて占領を主張しているところとなっています。ルシアン軍は、イズマイリフカの全部と、その東のヒルニクの一部を占領したとして、また、イズマイリフカは、占領を示す赤マークに戦況図を更新しました。面積は7平方キロほどになります。クラホフ方面。この方面では、クラホフの東のホストレ付近、南のダルネ付近で地上戦の報告がありますが、ウクライナ軍が撃退して戦況図に変更はありません。ブレミフカ方面。この方面で、ルシアン軍は、ボホヤフレンカに向けて攻撃を行い、集落まで、あと 1.3 キロのところまで前進しました。ルシアン軍は、カメノコ装甲車で攻撃を行い、地図の場所で、ウクライナ軍の攻撃により動かなくなったのを、合図に歩兵が展開して前進しました。ご覧いただいているのは、ルシアン軍のもので、地図の場所まで疾走する装甲車両の様子となっています。戦況図では、この場所までルシアン軍が前進したとして戦況図を更新しました。南部ザポリージャ州、南部ヘルソン州。この方面で、ルジアンはザポリージャ方面で1回、ヘルソン方面で4回攻撃を行いましたが、いずれもウクライナ軍が撃退し、ルシアン軍に成果はありませんでした。今日は以上です。戦況の分析やニュースの感想、最新情報など、ぜひコメント欄にお寄せください。最後に、このチャンネルにはサブチャンネルがあります。また、関連するツイッター、ノート、テレグラム、ニコニコ動画があります。ニコニコ動画では、過去の動画を順次掲載しています。何かあった時は、これらのメディアで視聴者様にお知らせしますので、ぜひ、どれか、一つでも、チャンネル登録、フォローの方をお願いします。リンクは概要欄にあります。ご視聴いただき、ありがとうございました。